いいですか。入りました。それじゃあ、今ちょうど10時ですね。間に合いましたね。ちょうどぴったり。うん、出てますかね。吉岡さん、ちゃんと顔向けないと映らないですね。映ってます？シアス。投稿するか。古いね。古いね。映った映った。10時です。まあいいんじゃないの、夜だから。はい。10時です。もう始まってます。始まってない。始まってます。あれ、なんでシェアしたんで始まってるの？あ、数秒前始まってる。なんでシェアしたの？これしよう、これでいいだろ？うん。投稿する恐れないと。うん、これもうしたけど入らん。これか。もういったらさ。うん。うん、出ました、名前が。ヤギユさんもちゃんと、うんうん、じゃあ始まるかね。いいですか、うん、さあ、毎週木曜日、はい、今日はなんか怪しいおじさんが2人います。はい、おじさん、あ、僕おじさんじゃないし、あ、ちょっと見もうそれ以上怪しいです。怪しいのか。そうそうそう、うん、あのね、これなんか携帯のFacebook の機能の中に入ってますね、ライブの中に。あ、ライブの中に入ってんだ、うん、そうですね。あんまり動くと画面がこう外れちゃうんだよね。そうね、うん、まあ、あれですね、まあ、あとは直しますんで、とりあえず怪しいおじさんとお兄さんで、はい、ちょっと始めます。普通に怪しいんですよね。普通には怪しくない、普通には怪しくない。うん、じゃ、不思議なことしてるって。はい、ヤギオさんが。じゃ、戻します。ちょっとじゃ、はい、戻すそうです。別に俺これのままでいいんだけどね。まあそれもいいんですけど、ちょっと分かりやすい、伝えにくいんでね。あ、そういうことね、はい、今日も、10時からですね、室にある、はい、室カフェさんの方 で、ね、はい、お邪魔して生中継させていただいてます。はいはい、はい、お客さんもいらっしゃって、ちょっと一緒に手を抱いてて、ありがとうございます。すいません。NG 企業で気をつけてください。ね、今日お客さんも向こうにいらっしゃるみたいで、うん、はい、で、今日ゆいちゃんいないし、もうやめです、これじゃもう終了しようか、これで。これ終わり。はい、はい、っていうか、番組自体何もないんですね。主役誰かわからないみたいな。何もネタねえんだもん。そんな寂しい、うん、番組だと。そういえば、この間なんかあれ来たよね。これ。メールで。メールで来た？昨日か。昨日？洪水。ああ、練習の？訓練ね。訓練ね、うん。朝から鳴ったから何だかと思ったよ。ああ、うん、知らなかったです？知らなかった。一応ね、FM 手足なんてちゃんと言ってたんですけどね、練習しますよって。だから全然知らなかったから、なんだよこれ。って見たら、雨降ってるし、やべえな、これ今逃げなきゃなんないのみたいな。そしたらその後に訓練が入るって。そう、ちょっと訓練っていう字が小さかったんだよね。小さかったんだ。小さかった。老眼でこれ見えなかった。そうそう、老眼見えないと音だけでびっくりしてね、ハンドル切りそうになって。そう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 。いや、まあ、うちにいたけどね。2回になったもんで、なおさらびっくりするよね。そう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 。訓練だって1回かなと思うじゃないですか。まあ、訓練だよね。まあ、はい、訓練ならね、別に、はい、ね、こういうこともあるんでしょうという、まあ、警戒心を常に持ってるということですね。そうですね。やっぱり、日頃のね、まあ、うん、いいことじゃないですか。緊張感の人ですよね。うん、はい。それで、今日は何かあるの？最近は特に何もないです、私。それじゃあ、本日はどうもありがとうございました。そんな簡単に終わっちゃって。一応、彦坂さん、今日はPR しなきゃいけないことがあるかなと思って。PR?、うん、PR 何があったっけ、うん、うん。先週もちょっと言ってましたけどね。なんだっけ、今日正式にチロランさんの方から発表されましたけど。あ、そうそうそう。あのね、うん、これ、ミノワのね、うん、チロルワンさん。そうそう、新しくね、建て替えて。ギャラリーの方で、はい、ですね、6月の10日、10日、うん、6月の10日、チロロさん12日だって書いてますよ。え、12日、え、マジ？本当ですか？
初日か。本当ですか。あれマジで。それあれセッティングじゃないですか、上級。ああそうか。10日は搬入だ多分。ごめんなさい。ごめんなさい。あの12日からですね。うん、12日から17日で間違いなかったですよね。あそうそう12から10そうそう俺だって自分が持っていく日を書いてあるから間違えちゃった12日だよだって手伝いに来いって言ってるやもんそうそう白山さんとこで12日からねあのなんとかの森なんだっけあちょっと私もそこまでタイトルちゃんと見てなかったあのチロルの森だったかなあそうかもしれないチロルって言ってた、うんうん、チロルの森の仲間写真展、まあ、出す人はこれじゃあれですね。いやいや、あの一つだけ私出しますので。テーマは何でしょう。テーマ花。花。季節に関係は？え？季節に関係は？季節はね、まあいいんじゃない。今から今年撮ったやつで梅でもね。あ、なんかテーマはないんですね。うん。いや何も説明なかった。春の花とかそういう。そうそうそれじゃない。うん、特になくて。テーマは花。花。うん。まあ、この花じゃないですよ。はい、親父ギャグ一発いただきましたありがとうございます。あ、お兄さんギャグですか。そう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 。あれ誰も起きないね、親父ですよ。なんでそれ。ね。うん。あと何かあるの？あとはなかったですか？うん。何かあるのどっちは？あ、私は特に個人的ないですけど、一応その彦坂さんたちの写真展が終わった後に、うん、あの JJ で頑張ってる石川さん、すんちゃんですね。ね、チロルワンで何かやるの？一応20日かな6月20日に魔女っ子すんちゃんということで、うん、なんじゃ占いですね。魔女だったのみたいですね。変身するみたいですね。あ、そう、はい、それをやるよっていうのは一応千代さんのご案内上がってましたね。あ、そう、はい、あ、石山さんそれなんか占いもやってるみたいだね。そうね、去年から始めて見てもらった。え、まあ、あの行くと並んでるんですよ、うんうん、並んでる。数珠つなぎ、自由つなぎというか待ってる人がいるもんで。あ、そうで、どっか行っちゃうでしょ、うん、でも帰ってきたんですか、うん、また並んでるんですよ同じ人じゃないよね時間切れで時間切れでいつも見てもらえる。私は帰るあ、そう、そう、それはもう今回はもう一番で行っても予約しとけば。今回の時間が予約図になってたので。あ、そう、うんうん、まあ石山さんね、まあ、あの絵も描くし、そうですね、娘さんはダンサーだし、そうです ね、うん、それから JJ もやってるし、そうですね、うん、忙しい、大忙しやってますね。最近はその占いまでやってるわけね。そうですね、最近なの。去年からですかね。去年からもやってんだ。去年からイベントに出たりしちゃうんだよね。ああ、そう、うん、占いってどういう、いろいろあるじゃないですか、うん、そうそう、だから見てもらわない、どんな感じ。だから見てもらってないからわからないんですよ。やってる姿ぐらい見たでしょ。やってる姿は怪しくないですよ。怪しくない。ああ、そう、なんか黒ずくめとか。ああ、そういうのないですね。照明の色ちょっと紫色に変える。オーラは出てるかもしれません。オーラ出てる。私見えないのでそうか、全然わからないんで、ぜひちょっとね、それやってるところもいっぱいね、はい、拝見したいなと。そうで、まあお客様がいらっしゃるとね、ちょっと言いづらいということでね、うん、まあそういうことだね、はい、それはしょうがないね、はい、これはまああれだけど、まあほいでもね、いろいろイベントがね、目白押しでこうあるみたい で、はい、でイベントといえばここですね、お借りしてるムロカフェさんで、ね、今イベント、昨日から、おとつい、おとつい29日だったかな、29日、そうです、29日ですね、29日からランチボンにね、こっちか、はい、ランチボン、ランチボンにムロカフェさんが出展されているとかね、うん、そう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 、はい、この中のね、91ページ、はい、あの前にね、ちょっとあの何ちかな、前振りした内容なんですけど、そうね、赤字覚悟の、赤字覚悟の田原ポークでしたかね、田原ポークの生姜焼き 1.5 割増し、割増し、割増しって言ったら料金が高いみたいじゃない、割増し料金は安くなってます。料金が割増し、料金が通常価格は1200円が900円、料金割増しだったらもう誰も怒っちゃいますよ。そう、料金は割増しになりません。料金は300円安くなります。そうですね、なおかつ 1.5 倍の増量、そう、うん、お肉は増量、増量、そんないいことないね。で、問題だったのがこのランチ本がね、うん、本屋さんにないという。ないの？ないんですよ、今回から。なんで？
知らないです。本屋さんでなきゃどうすんのこれ。と言いながら持ってるしね。うん、いやここは室カフェさんのね。そうそう。室カフェさんに来て、うん、買っていただいて、あ、そうか、すぐ使えばいいよっていう感じですね。あ、これはじゃあ何？各店舗に置くようになったの？いやそれは私知らないですけど、ね。本屋さんにはない。本屋さんにはなくて、うん、折り込み広報者さんに買いに行かなきゃ。買いに行かなきゃ。そう、うん。けど各店舗にも少しずつは置いてやる。いや、それは各店舗が買うか買わんか。あ、買うか買わんか自腹で、そう自腹で買うんだ大変ですね、なんかそれは大変、安くしなきゃいけないわ、うん、本も揃えなきゃいけないわって、うん、だけどこれね、パラパラっとこう見るんだけど、うん、確かにね、もう値打ち価格でね、うん、やはり初めて行くには行きやすい価格になってるし、うんうんうん、まあちょっと遠目のとこもあるけども、なんちゅうかな、目的あってね、美味しいものを食べ行くっていう目的なら、うん、女性は結構、うん、こういうとこまで行くみたいですから、いいんじゃないですか。そうですね、まあ、ぜひね、まあ、ここはもう室カフェさんですから、はい、一応ここ商売室カフェさんからスタートしていただいて、うん、そうそう、まあ、ここら辺から ねスタートしていただいて、まあ、ちょっと公開までしてもらえば、ね、そう、一応ね8月の31日まで有効ということで、うん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 、そういうことね、はい、うん、ぜひ結構長くねあるから、で1軒に対して 3回ぐらい行けるだよね。あ、そうなんですか。1回3回、あ、3回、3回行ける。なるほど。じゃあ3回900円で食べる。3回ここに食べてくればですね、本題が出てくるんですね。そう、まあそういうことだね。うん、300円だからね、999円だったかな。そうね、99でね。うん、3回、うん、3回ちょい。あともう一軒違う店に違う店行けば元取れる。そういう本ですよね、うん、まあこれいろんなところで、ね、Facebook でもみんな宣伝してるみたいですから、お値打ちになってますから。そうね、ぜひ来ていただいて味わっていただきたいと思います。うん、そうですね。はい、うん、あと何かあるの？あとは私の方は特にないですね。特にない。うん。一応まだ正式に私お誘いを聞いてないんでわかんないですけど、うん、一応6月に JJ のイベントが豊川であるかなみたいな。豊川で。はい。JJ のイベントって言ったら怖いよね。JJ が参加するイベントですね。参加する、うん、JJ のイベントで、ね、今予定されてます。まだ準備段階で、うん、それはまあ楽しみじゃないですか。で正式にはまだまた久美さんの新曲も、ま、何も聞いてないです、ね、まだ決まってないのね。詳しいこと聞いてない。私いや、ボスが決めるでしょ。いや、私決まってから聞くことですので、あ、そうなの。事後報告事後報告企画はもう勝手に動いてますので、まあまあまあ、それはね、それで、はい、まあ楽ちんじゃないですか。自分で企画考えなくてもいい。まあそういうふうに劣ってやればね、うん、気楽な感じ、まあ、気楽な感じでいけるじゃないですか。はい、もう売れっ子ですからね、うん、もうどこ行っても JJ のね話題は尽きないですから、ね、ありがとうございます。本当かな、ね、いや多分本当だと思いますよ。なんかある？そうでもないんですよ。いや、俺はね、今もう6月といえば、うん、ショーベンさんにまたなんか写真、あ、ショーベンも行ってきた、うん、行ってきてね、まあ、ホタルももうここら辺界隈はもう大体終わっちゃったね。終わっちゃった、うん、もう最終回はこの間、雨しちゃダメ、雨はもう全然ダメダメ、うん、でもう終わりかけてるから、田原も、うん、もう他の人もホタルもね、うん、悔しい。なんだ、どうだろうな、雨の辺だとか、うん、あそこら辺はまだ少し飛んでるかもしれないですけど、うん、まあ、私あっちはめったに行かないもんで、うんうん、田原と、まあ、こちらのね、姫ボタルが飛んでるのより神社、うんうん、あそこのより神社、のより神社、あそこって川ありましたっけ？川はないです。あそこは姫ボタルっていうのは陸生のホタルなんですよ。ホテルって川に水かと思ってたもんね。いや、あそこはね、陸生だから、このなんちゅうのかな、土の中の餌を食べて幼虫が育って、で水がなくてもとりあえず成虫になるんですよ。なんか水のきれいなところで飛んでるっていうイメージ。ああ、まあまあまあ、基本的にそれはゲンジボタルってやつは水のきれいなところにいて、なんちゅうかな、そこのでこう小さな巻貝みたいなのを食べてるらしくて、幼虫が、うん、その巻貝を川になっているんだけど、うん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 、その巻貝をがいないところにはもうホタルは出ない。なるほどね、うん、で条件がある程度揃わないと、うん、いないわけだよね。だから農薬をね、こう川にやっぱり出ていくようなところは川に流しんじゃうもんだから、うん、ホタルの餌がなくなっちゃうんですよ、うんうん、だから出ないと、
まあまあ、端的いろんな要因があるんだけど、端的に言うとどうも蛍博士に聞いたらそうやって言ってました。蛍博士なんているんですか？いるんですよ、蛍博士。各地にいるんですよ。各地にいるんですか？蛍博士っていうのが。うん、それであれですね、情報交換されて。あ、そうそうそう、出た出ないという話ですね。もうそこの各地の方にね、お友達になっちゃったもんね、うん、ポイント押さえてるわけですね。そう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 、今どうですかみたいな。うん、いや今日出てるよ結構みたいな。じゃあ行きますわ。はじもさんこんばんは、よろしくお願いします。はじもさん、はじもさんこんばんは。本田のね、はじもさんみたいな。はじもさんもう来るんでしょ、もうすぐ。あ、来ないの？もう男性水着でなきゃ来れないもん、ちょっとなかなか水着でかよ、参加するハードル上げてあるんです。いやいや、水着はちょっと勘弁してほしいな。あれだよね。まあそういうわけで蛍は終わったし、うん、あとまあこれで勝負園もは今満開ですよね。そうですね、小池さんでも浴衣の写真があるじゃないですか、うんうん、たくさん撮らないと。そうそうそう、浴衣がね、うん、まだこれであるんだけど、うん、あのちょっと撮ってほしいまた行くんですけど、まあこれで浴衣が、浴衣やな、小便が終わったらもう肩原まで行っちゃう。肩原のあの、これ、何ちゅうの、アジサイ。ああ、なるほどね、うん、あそこ行っちゃう。昼間はアジサイで、え、昼間はアジサイ撮って、夜は小便。うん、まあ夕方からさ、もともと行くもんだから、うん、小便はまあ、あのね、夜の小便はね、あのライトがね、難しい色をするんですよ、あそこ。もうホワイトバランスがめちゃめちゃ難しいですから。あ、色が合わない。色がうまく、まあ、ホワイトバランスきっちり合わせてやればそれなりの色になるんだけど、ちょっとあの調整が難しい。うん、うん、そのためにストロボを焚いちゃうと、夜はストロボを焚くとその色をある程度打ち消してくれるのだから。あ、そうそうですね、うん、ストロボは自然のその白の色の設定になってるので、それでまあなんとか打ち消して、うん、まあ元々の色に近づけよう、うん、そういう意図でやるんですよね。うん、それだからまだこれで、そうだね、あっちへアジサイで、アジサイが終わったらすぐに今度は加水祭行こう。加水祭、掛川。スケジュールいっぱいですよね。まあまあいっぱいじゃいっぱいなんだけど、いや今年ね、もうあっちもこっちも全部一緒なんですよ。時期が重なってると、時期がみんなね、うん、こう重なっちゃって、うん、普通は全部これで順番に来るんですよ。そうですね、今季節ですからね、うんうん、梅から始まって桜行って、今年は全般的に早かったんですよ。早かった、全部桜も、はい、うん、もう1週間10日下手したら半月ぐらい早いようなものもあるし、うんうん、でまあ大体僕はそれで目がけてちょうどうまいタイミングで行くんだけど、うん、あ、石山さんこんばんは。一応あの、うん、6月20日頑張ってください。あ、なんかね、占いをこう、占いの館？そう、うん、館じゃない、一人でやったんで。あ、一人で、いや、一人だって館は館でしょ。そう、それはそうなんですか。詳しく知りませんけど、うん、だからさ、うん、なんか占いをやるらしくて、うん、なんかいつも数珠つなぎで、な、桜井さん、なかなか見てもらえないって石原さん言ってましたけど。そう、まあ人気があっていいんじゃないですかね。あ、まあ、ほんと、予約しといてくださいよ。石子さんね、あの、うん、これから番組続けていくべきかできてないからちょっと考えてもらって、あのそれは生年月日が分かるとね、ちょっと石子さん生年月日を聞いて、こう相性を聞いて、うん、番組の継続をしていいかどうか確認してもらって、うん、あ、チロルワンさんね、うん、場所は言ってなかったから怒られちゃうよ。え、うん、チロルワンさんでやるってね。え、さっき言ったように石子さんの写真展の後にって、うんうん、あ、そう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 、うん、いや俺の写真展じゃないよ。俺はたったの1枚出すだけだから。大きいやつね。いや、大きくない。A4 ってもう決まってるから。あ、決まってるんですか。うん、それが、まあ、ね、A4 がこう4つで並んでるんじゃないですか。うん、A4 は、元の写真は A4 で、まあ、そのマットがあって、額縁入れると、まあ、もう少しもちろん大きくなるんですよね。うん、うん、まあ、1点だけ持ち寄って10人ぐらい出すのかな。うん、まあ、大体知ってる顔ぶれです。名前は全部上がってたもんね。うん、まあ、知ってる大体顔ぶれですけどね。うん、だから何出そうかなと思ってちょっと今迷ってるんだけど、まあ、いっぱい写真があるもんでね。うん、まあだから今から撮りに行く時期的に言うと紫陽花の方がいいのかなみたいなね、うん、そんなふうに思ってるんですか。ああ、なんか占いとミニ個展もすんちゃんやるそうで。ああ、あのパスパって絵の、うん、明日からで名古屋で。ああ、うん、名古屋市にですね。もう
もう最近名古屋でブイブイ言わしとるみたいな。そうそう、もう幅が広がっちゃって。ああそう、忙しいのに、なおさら忙しいみたいな。もう JJ も応援に行くのし。どうなんでしょう私あの茅野荘ですので、ね、茅野荘となんだ。もう各自由行動でやってますから。自由行動ね、はい、制限なしね。制限なし、あもう大人の行動やってますので問題ないと思います。大人の行動、はい、うん、まあそんな具合でね、いろんなイベントあるみたいで楽しみですね。そうですね、6月は土屋市もね、うん、毎週イベントがあって夜店が、うん、夜店がね、金土日で明日からスタートで。あ、明日から。明日からですね。あ、そう、早速晴れそうですよね、明日は。明日はね、まだちょっと、あ、明日良かったかな。うん、なんか晴れるような。明日は良かった、うん、天気いいと思います。うん、人のゴミがね、広すぎて、ちょっと取材じゃなくて写真撮影はですね、うん、写真撮影ちょっと難しいですね。あの、なんちゅうの、あれは金魚すくいとかね、昔ながらのがあるんだよね、きっと、うん、そうですね、うん、で、場所は豊橋球場周辺、陸上競技場ですか。とりあえず陸上競技場の周辺で、うん、あの桜の木の下の辺がずっとこう。そうです ね、去年工事やってたもんで、ちょっと、うん、ああそうか、元に戻ってるのかどうかちょっと今年行ってみないとね。あ、本当、うん、まあ市電もね、あの、あそこまで来てますから。そうですね、まあそこから歩いてもね、うん、もう駐車場は一応ね、知ってる人は皆さん市役所の地下の駐車場にね、うん、止めて、うん、リカレーみたいですけど、うんうんうん、ちょっと料金高いよね。ああ、そうそう、そういうことだね。うん、さあ、これでね、今日は実はね、モロカフェさんでね、ちょっとどうしてもちょっと、あの、宣伝したいことがあると。ランチモンじゃないんですか。ランチモンじゃないんだ。まあ、ランチモンはランチモンでさっきね、お話しさせていただいたんだけども、あの、今日はね、これマスター、何これ。今からね、説明します。うん、これちょっと、説明してくださいよ。今準備中です、うん、これワイン、ワインかな、これあと1分つないでください。つないでくださいって。もう前出てほしい。いつまでかのプロデューサーになりました。もうプロデューサーになっとるね、マスターも。あと1分です、うん、あとね、ちょっとね、ここのママさんがあのね、室川さんすいません、大変ね、ボス申し訳ないですね、本当に。なになになに、すんちゃんの方がちょっとメッセージいただいたんですけど、うん、あ、そうか、あまりサポートができてないもんですから、うんうん、サポートができてないとほとんどしてないんじゃない。彼女たちのそう勢いについていけなくて。それもおじさんの証拠だよね。そうなんだね、うん、それはちょっと今ね、うん、ダメですね。で、この前あの先週行ってたあの彦沢さんとね、うんうん、お待たせしました。さあ、じゃあそれじゃね、ここのママが今来てくれて。ママですか、うん、ママ、ママ。ママ、はい、誰のママですか。いや、わかんない。わからないがいいじゃん。失礼します。はい、よろしくお願いします。お願いします。3人映るかな。ちょっとあの、平日限定なんですけども、ちょっとね、今の時期に飲みやすい赤ワインと白ワイン。あの、お名前言ってもらっていいですか。ママじゃちょっとね、エリです、はい、あの若いお兄ちゃんとママと、はい、おじさんですか。そうです。そうよくもう飲み込みが早いじゃないですか、ね、はい、手出さないからね。はい、じゃあそんなことするわけないじゃないですか。はい、そうですね、今の時期にサクサクと飲みやすい白ワインと赤ワインですね、はい、平日限定で限定、はい、グラスワイン1杯と、うん、あと、まあ、その日によりきりなんですけど、うん、おつまみがついて、うん、おつまみがついて、はい、まあ、例えば一例なんですけども、はい、一例見える。見える見える、ちょっと前持ってきてもらって、ここら辺まで、こっちか。大丈夫かな。あ、見えてる、見えるかな、見えてますね、はい、ずれちゃった。ちょっともっと前まで、こんな感じ、こんな感じ、はい、上、ここ、特別ですよ。ちょっと斜めっていいですか。じゃあ行きます。あ、すいません、ありがとうございます。最初からこうすればいい。今日はあの手作りの揚げ餃子ですね、ごまだれソースと、うん、カマンベールチーズフライ、うん、あとは自家製の卵サラダですね、卵サラダ、こちらがついて、うん、ついて1杯、グラスワイン1杯と赤と白、どれでもいいってわけですね。はい、どちらでも、はい、まあ、お一人様ちょっと1杯限りになってしまうんですが、うんうん、まあ、およそ1500円相当のものが1000円でセットで、はい、1000円で、はい、1000円で、平日に限り、ね、平日でごめんなさい。ここは月曜日お休みだもんで、火、水、木、金、
そうですね、火、水、木、金。この4日間ね、はい、これは飲む人はね、ちょっと一杯引っ掛けて飲む人はもうちょうどいいですよ、まあ、赤ワインがラパッション・グルナッシュというワインですね。で白ワインがカザソーレ、うん、どちらの、どちらも美味しいです。どちらの国の、どちらの国かな地図一応載ってますよね。あ、これ違った、こっちかフランスのラパッション・グルナッシュ、あとイタリアのカザソーレですね、はい。まあ、味的にはどんな感じ？あ、もう飲みやすい、とにかく飲みやすい、甘口で、はい、そうですね、渋くはないです。渋くはない、はい、うん、こっちの白は、白は特に私が好きなタイプなんですけども、うんうん、ちょっと温まってくると、うん、蜂蜜のような香りがしてくる、あ、そう、はい、うん、私はわざと温めて飲んだりします。あ、そうなんですか、はい、すごく美味しいです。いつもあのカウンターで飲んでるのは何？焼酎です。あれ焼酎か。あれ焼酎か。じゃあワイン詳しくないんですけど、でも これは美味しかったなと思って。美味しかった、よかった。はい、あの以前勤めてたフレンチで、あの口にしたものなんですけども、うんうんうん、とてもおすすめです。あ、それはそうだね。はい、あとは飲めない方専用に高級ブドウジュースも用意しておきまして。これブドウジュースなの？そうです。ブドウジュース。でもちゃんと作ってるので、うん、下手な安い赤ワインとかよりは高級です。あ、そう、これもこれセットで、はい、これもセットなんだ。はい、あの飲めない方は、お車の方はこちらでも大丈夫です。じゃあ俺これだ。はい。うん、でちょっと今の試しにいいの？はい、いいの？はい、お、じゃあちょっとぜひあんまりたくさんじゃなくていいですから、まあ、ちょクラッシュでね、飲んでいただいて、で、味が濃いので、うん、ソーダ割りでも大丈夫なんですけど、まあ、せっかくクラッシュなので、まあ、アルコール入ってないんだよね。はい、入ってないけどワインの香りがします。ちょっと試させていただいていいですか？はい、すいません、いただきます。じゃあちょっといただきます。ワインもこのグラスで。あ、ワインはあの、うん、ワイングラスがありますので、はい、そちらで。これはもう専用で。そうです、はい、で、ちょっといただきますね。味の感想はちょっと言いますか。玉手箱なんて言わないですよ、ダメですよ。ワインは僕ちょっとやかましいですから飲まないですけど。うるさいだけです。意味が違う、変わります。ワインだでしょ。ジュースではない。ワインの気分を味わえます、うん、はい、ジュースではない。ブドウの味がね、しっかりして、あの変なこう甘ったるさのジュースではない、ね、うん、そうですね、うん、はい、うん、これいけるよ。いいですか、うん、これつまんで、あ、どうぞ。ほら、手出してダメだって言ったでしょ。もうつまみ出したみたいな。はい、まあ、その日によっておつまみは変わってきますので、うん、お楽しみにということで、こちらにおかわりするとどうなんですか？おかわりはあのまた別で1杯分の別料金、料金なんですけど、うん、あ、なるほど、はい、でこれがごめんなさい、1本ずつしかご用意してないので、うん、終わり次第終了ということになります。うん、あ、終わり次第終了、ね、1本ずつ、はい、1日1本。そう、あんまり古くなってもね、あの日にち置いてもあれなので。そういうこと。そうです、はい、できるだけ来ていただいて、うん、おかわりしすぎちゃうと、おかわりしてもらっちゃうと、一人で終わっちゃうわけね。その日のうちで終わるなら終わるで全然いいんですけど。そしたらまた仕入れてきます。当日仕入れですか、はい。あ、すんちゃんが車では行けないねって書いてあるけど、そう、これ車でも大丈夫ですよ。これ大丈夫。ちょっと、はい、もうせっかくだよ。ちょっとこれ餃子。そう、餃子、あのごまだれがかかってるので気をつけてくださいね。あ、そう、はい、はい、下にごまだれが。あ、本当だ、はい、ちょっとね、餃子いっちゃいます。もうすぐ手だったでしょ。熱々ではないので、はい。もうちょっと亀田弓の表情見せてあげる、うん、あ、揚げ餃子。そう、揚げ餃子です。これいけるよ、これいけますか、うん、ちょっとしたおつまみにいいかなと思って。これ手作り。はい、手作りです。手作りの餃子、はい、これがワインと、うん、まあ、その日によって変わってきます、うん、それもお楽しみ、ね、もしかしたらあのチキンソテーが出ちゃうかもしれないですね。 あれ出してダメ。出してダメですか。出しちゃうから。 あれはもう昼しか出してダメ。すぐ仕込みますよ、うん。あれがうまいんだ、これ。であれとワインって絶対合いますからね。あ、うん、そうかもしれん、はい、これ飲まねえからわかんないけど。本当ですか。で飲まないですか。大西君も来たよね。あ、はい、うん、はいはい、大西君も来て、あ、うん、美味しかったって言ってたから、ありがとうございます、うん、そうか、これがワインの風味ね。そう、ワインの風味、ちょっとこう、うん、お酒飲んでる気分を味わいますよね、うん、もう私酔った気分になります。ちょっと赤くなってますね。そうです、まあ、ちょっとね、危ないでしょ、隣に座ったことあるんで、ちょっと危ないおじさんだから。
おじさんですから、好きな人できますよ。そうそう、お兄さん好きなことできないね。うん、おじさんだから気をつけてくださいね。そんなわけでね、まあ平日限定だけども、このランチ本以外だよね、これね。はい、そうですね。ランチ本以外にもなんかお得なこうちょっとしたね、おつまみまでついちゃって、このワインとセットで1000円から。1000円から。はい、ちなみに何日前とか制限あるんですか？いや、ないですよ。いつから相手まで？気分で。気分か。気分、うん、はい、とりあえずお試しで、ワインの初心者の方でも多分飲みやすいワインだと思いますので、うん、はい、もうこっちなら、ノンアルならガンガンガンいけますね。これね、甘ったるくないから、うんうん、程よいしてみます。程よいと、そんな感じがするから、うん、これならもう全然 OK だよね。うんうん、飲む方でもね、飲まない方でも、車で来た方でも、一応、なんか酔っ払ってきたのこれ、入ってないでしょ、ちょっと瓶間違えてませんか、大丈夫ですか。いや、大丈夫です。俺、はい、こっちじゃなかったな。大丈夫、大丈夫。こっち、コルクのやつなんで。うん、入ってない。はい、大丈夫です。だけど、風味はそのまんま、本当の、本当のワインで、はい、うん。なかなか飲めないと思います、普段。そうだね。これならいけるよ。はい、うん、まあ、そんな具合でね、お値打ち品がいっぱいあるみたいで。ぜひまあ寄っていただいてね。何時からいいんですか、注文は。あ、6時から大丈夫です。夕方の6時から、はい、閉店まで。はい、大丈夫です。瓶がある限り。瓶がある。ちょっと終わり。そうですね。あまりに早く終わるようでしたら、また仕入れてきますけども、うん。はい。まあいいんじゃないですか。それじゃあまた、もう、とにかく一回来てね。うん、そうですね、お試しセットもちょっとね、あれしてもらえばいいし、はい、うん、ランチ本はあれ昼間だけだよね。そうですね、ランチ本は昼間ですけども、うん、生姜焼き自体は、うん、夜のグランドメニューにもありますので、ああ、はい、その場合は単品でご注文いただく感じで、普通に戻して1200円ですか。なるほど、おかずというかおつまみでね、食べていただく感じで、はい、そうか、だからね、これはね、いろんな美味しいセットがあるからね、ぜひこれに来てもらわなきゃいけないね。ぜひ、そうね。よろしくお願いします。ぜひ会いに来ていただければね。そうそうそう。あと、若いバイトちゃんもいますのでね、お楽しみに。今日はごめんなさい、いないですけど、明日来ますよ、いい子が。木曜日社会で行く。何屋さんかわからなくなった。木曜日なんで外したの？たまたま。そう、たまたま。なんか意図して外してない？シフトはもう1ヶ月前から出てる。あ、そうか。そうちゃんとチェックしなきゃダメじゃないですか。ちょっとチェック忘れちゃう。ずらしますよって言ったでしょ。なんか来ないような話してたけど、いや、あれ冗談だと思ってたけど、本当に泣いた。まあ、彼女きっぱり言いましたからね。そうか。ただね、その若いバイトちゃんも週に1回ぐらいの勤務なので、明日その貴重な出勤が一人います。あ、そう、はい、うん、だからね、そりゃ明日も来なきゃダメ。それはもう明日は何時から？8時。8時頃から来ます。あ、ほんと、はい、いや、ぜひ飲みに、うん、だけど明日いっぱいでしょ、もう金、土、日、ほとんど予約でも飲み会がね、うん、あのね、ここ夜ね、バタバタと、もうすごい、もうたまにですね、うん、駐車場がすでに入れない、うん、たまに昼も夜も、うん、朝なんか朝会があった日やそんなこと言ったら来づらいじゃないですか。じゃんじゃん来てください。それだけね、まあ結局お値打ちで美味しいものをね、まあ、ここでね、作ってくれてるもんだから、まあ人気があるんですよ、うんうんうん、まあそんな具合でね、で、いろんなもうバリエーションがね、相当ありますから、もう 和食系みたいなものも、まあ生姜焼きね、生姜焼きあたりはもう和食ですよね、ね、あれ自体ね。和食です。あと、それイタリアン系のものもあるし、うん、それからまあちょっとしたね、こうワインも、ワインとこうおつまみとね、うん、あるし、うん、基本的に好きなのね、あれ、明太ピザ。うん、そう、最近あまり10年に1回、あのね、あの明太ピザうまいんだ。美味しいですね。明太子めちゃめちゃたくさん上に塗ってくれるもんで。誰が塗ってくれるんですか。いや、わかんない。だもういっぱい塗ってくれるもんだから、お気に入りの店員さんが多いのかなと思って。もろに明太なんですよ、うん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 、あれは満足できますね。あれは美味しい。だけどね、あの夜中に食っちゃダメ、やっぱり。うん、朝残っちゃっていい。カロリーが、うん、iPhone ボリュームをちょっと落としてください。ああ、そうか。音声が二重ループしますので。
そういうことね。失礼しました。何が笑ってるのかなこれだからね、まあ、早めの時間に食べるならね、うんうん、いいよね。決して12時過ぎに食べないよ、ね、お昼ですか、うん、12時過ぎはダメ本当ですか、夜中はね。誰ですかピザ食べてる。明日の朝が、もう朝がダメ。一人で1枚食べちゃうから、うん、まあ1枚って言ってもね、まあ、そういう時誘ってくれない、ね、あ、そうなんですか。無理して1人食べない、独り占めしたいんですよね。半分食べに来るって言ってくれればね、あと1人でもね、ちょうどいい感じの量食べれちゃいますね。無理やり1枚食べなくていいですよね22センチそう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 、22センチね、22センチ、うん、大きいですか。あとあれ22センチ大きい、うん、そんなに大きくないですよ。そんなでちょうど一人でね、普通お腹減ってて食べれちゃう、うんうん、あと何が種類あったっけ、マスター。マルゲリータ、マルゲリータ、トマトソースピザ、トマトソースピザ、バジルのピザ、バジルね、はい、うん、以上4つ、4つです、ピザは4つね、うん、バリエーション4つありますから、ね、あとお任せとかもね、あの言っていただければこんなのもしてほしいとか、うん、そういった融通も効くお店なので、あ、やっぱりファンがね、リピーターさんがやっぱり多いんですよ、ね、あ、そうそう、前にね、うん、あのカウンターにいた誰だったお客さんがさ、うん、なんか適当なメニュー言ってたけどそうそう、あれや、あれやとかって言ってたから、はいはい、そうです、そうです、うん、お好みのものを作っていただけるので、まあまあ、そう、それは一番いいことだよね。お客さんにとっちゃわがまま聞くんだから、はい、そうです、そうです、だけどないものはもうどうしようもないからね、うん、ないものしょうがないからあれだけど、あるものは何でも作っちゃう。いや、俺は別にないもの頼まない。メニュー見てこれって言うて。バカ前言ってるのこの人かなと思って。いやいやいや。言ってない、言ってない。本当にメニューにないものが時々出たりするんですよ。うん、ああ、いいですね。それはね。それがまた美味しいんですよね。まあまあ、そういうことだよね。アドリブで結構マスター作りますからね。うん、うん、まあ、ほいじゃ、そんなわけでね、また室カフェさんも、このランチもん以外にもね、お値打ちもの山のように。で、明日からは新しいバイトのね、まあ前から来てんだもん。1週間ぐらい前。あ、そう、今日が、あ、だから明日が2回目とかそんな感じですね。明日が2回目、はい、また新人もどうも来るそうですからね、うん、はい、それって大事ですか大事ですよ。それは意外とね、それをおじさんが大事にしてるだけで、はい、ぜひもう簡単に座って、うん、いや、だからどうやってこう室カフェさんをね盛り上げてるのかなってそっちの興味ですから勘違いしてないんですよ、うん、まあそんな具合でね、あの明日もね新しいバイトさん来てきっとここ動き回ってるそうです、うん、みたいですからね、うんうんうん、ですからまあそれも一つの楽しみということと、でこのお値打ちなこのセット、うん、そうですね、ちょっとお試しでやってみます。いいと思うよ、はい、うん、これね美味しいわ本当に、うん、まあ、人が言うのは間違いないでしょ、ごくごく飲んで、うん、美味しい美味しい、香りもちゃんと本当のワインの、うん、香りもちゃんとね、しっかりついてる、ね、はい、アルコール入ってないので、まあえてちょっとクラッシュ氷で、うん、あのアクセントつけて、うん、はい、ね、冷たくということで、うん、はい、まあほいじゃそんな具合でね、ぜひ室カフェさんにね、はい、寄っても夜中2時まで、オーダーストップ1時半1時ですね、1時ね、はい、オーダーストップは1時だから1時前に入ってもらえると、ね、2時までは営業してますので、はい、ぜひねマスターにわがまま言っていろんなもの作ってもらってください、うん、さあこれじゃあ私も眠たくなってきちゃったんで、まあ、わがままでしょう、うん、勝手に終わるんですよ、もうそろそろ僕も帰りますわすみませんけどバイトの帰りないまでもう終わろうかと思って、うん、ちょっとノンアルで酔っ払っちゃったもんだから、うん、ちょっと寝ないとまずいもんで、うん、これじゃあマスターじゃあそろそろ僕はもう勘定です。お願いします。3万円です。また3万円もうどんだけ金払っても足りないよ、これ。ごちそうさまです。はい、じゃあありがとうございました。お疲れ様でございます。また来週。また来週。ね、来週もやるんですか今日何も連絡なかったですよ。30分前にやりますよっていうのは変なメールが来ただけで。変なメールってもうそれ分かってると思って一応確認で入れただけ。今度から自分でやる30分前にメール送れなくていいですか、はい、今日もはい、どうも今日もありがとうございました。それじゃあまたモーニングとランチと夜 もう3本柱ですね、朝昼晩と彦坂さんがいらっしゃったらあのご馳走になってください。はい、で今日はどうもありがとうございました。失礼します。